こんにちは、旅好きのせいです。さて今回は宮古島に行ったならぜひ立ち寄ってほしいおすすめスポットとしてイムヤーマリンガーデンを紹介します。こちらは宮古島の南の端っこの方ですね。そちらにあるビーチでして、形状が入り江になっているので波も潮も穏やかで、それでいて結構小魚がたくさん泳いでいるんですね。なので安全に親子でシュノーケリングを楽しむことができます。他にもスタンドアップパドルやカヤックを楽しんでいる人たちもいました。そして今映っている映像がイムギャーマリンガーデンのビーチ側を映したものですね。これは私のドローンで撮影しているものなんですが、ちょうどこの時同じゲストハウスに泊まっている方たちがシュノーケリングをしに来ていて、そのままこのドローンでゆっくりゆっくりと近づいていってみたんですね。そうしたらそちらの2人も、あ、せいさんのドローンだとすぐ気づいてくれまして、手を振ってくれました。ちなみにこの入り江のすぐそばには高台があって、そのてっぺんのところには展望台が用意されてるんですね。そしてこの展望台からこのマリンガーデンの外側の方を見ると、めちゃくちゃ綺麗な海が広がっています。聞いた話ではこの場所も泳いでいいそうなんですが、奥の青が濃くなっている部分ですね、ちょうど画面の上の方に映ってるんですが、あそこまで行くと一気に深くなっているそうなので、くれぐれも泳ぐときは気をつけましょう。いやー、それにしても本当に綺麗な海ですよね。もうずっと見てても飽きないなっていう感じで、ちょうどこの日はよく晴れていたので日差しもかなりのものでして、この日差しの強ささえなんとかなればずっと何時間もこの海を眺めていたいなと思えるほどの美しさでした。そしてこの入り江の一部には歩行者専用の橋が架けられているんですね。この橋上から見ると結構な高さなんですが、地元の人たちが飛び込んで遊んだりしているという話を聞いて、なら私もやってみようと思ってちょっと挑戦してみたんですね。この画面には映っていませんが、橋の下の方でシュノーケリングをしてた人たちとか、あとはカヤックに乗った人たちが今か今かともう待ち構えてたんですね。なのでちょっと怖かったんですが、これはもう引くに引けないなとなって度胸一発思い切って飛び込みました。そしたら本当に気分爽快でしたね。とても気持ちよかったです。ということで、このものすごく美しい景色が広がっていて、かつ安全に海水浴が楽しめるこのイムギャーマリンガーデン、宮古島に行く方はよかったらこちらもぜひ行ってみてください。では今回の動画は以上で終わりとなります。いかがでしたでしょうか。今後も私が実際に行って見て体験したことをこうやって動画にしてどんどん共有していきますので、興味のある方はよかったらチャンネル登録をして次の動画お待ちください。ではまた次の動画でお会いしましょう。2人がいるのは あそこか、あの暗い黒い2人組今カメラにはこんな感じで、ちょうど今2人がちょっと暗いですかね。ああ、もう一回なんとなく見える。でこれでズームするとこんな感じで、ここにいると行っちゃいましょう。もっと、はい、行っちゃいましょう。もうキンキンに行っちゃいましょう、うん、すげえ距離感わかんないね。でもね、落とさないとでもセイスさんがドローン持ってるって知らないんじゃない。ああ、確かに言ってないんで。すごい。もう近づいてるな。まだ気づかない。あ、気づいた。気づいたんじゃない。すごい。すげえ。めっちゃすげえ。ちょっと暗くてわかりにくい。すげえ。すげえ欲しいこのおもちゃ大人のおもちゃ